サイバーリンクは、ジャウファンによって1996年に設立された台湾台北県新ミセ市に本社を置くコンピュータソフトウェア会社である。マルチメディア関連ソフトウェアの開発を手掛けており、主な開発ソフトウェアは DVD およびブルーレイの再生ソフトであるパワードベドとビデオ編集機能のパワードアクター。日本国内の販売やサポートは日本支社である。 サイバーリンク株式会社が担当する。1996年2月設立1996年12月、最初の製品、パワーベクドを発売。1998年パワー・ドベドを発売開始1998年6月、日本支社として、サイバーリンク株式会社を、設立1991年1月北米支社を、設立2001年1月欧州支社をドイツに、 設立1998年6月設立2005年3月31日、解散2005年4月1日、サイバーリンクコープの国内総代理店として設立。サイバーリンク株式会社の言っていた、エンドユーザー向けの販売等を引き継ぐ。2005年8月、トランスデジタル株式会社が、株式の過半数を取得し、子会社か2007年4月12日。 株式会社予算が買収し、誤会社化2009年2月2日、サイバーリンク製品のサポート業務を、サイバーリンク株式会社へ移管。2005年3月、サイバーリンクコープの100%出資し会社として設立。OEM 向けビジネスを中心に行う2007年どころから、サイバーリンクトランスデジタル株式会社が行っていた、エンドユーザー向けの販売等も担当するようになる。 ソフトウェアパワーダーカターなど、サイバーリンク製品ユーザーのための SNS。製品において使用することが可能なエフェクトや、DVD メニューテンプレートなどをユーザー同士で交換したり、ダウンロードすることができるほか、パワーダークターで、また、パワーダークターをはじめとする、サイバーリンク製品のチュートリアルビデオが多く、公開されている。ありがとうございます。